入り口部にターンテーブルが鎮座する小樽市総合博物館。旧国鉄の出宮駅跡にできた博物館で、北海道で活躍した車両が数多く展示保存されている。その車両展示エリアの一角に、ブルーシートに覆われた奇妙な構造物が歩行路の上に置かれていた。下部には連結器があり、鉄道車両であることは間違いない。灰色のスカートの上に、ちらりと見える赤色の車体。ここで自分は、ようやくこの車両の素性に気づいた。交流型電気機関車の ED75-501。国鉄機に製造された交流電気機関車の一つで、ED75-500番台は、北海道の厳しい気候に合わせた地域専用機だ。1966年より始まった函館本線の交流電化に合わせ開発され、試験運用された。ED75-501 の試験運用で得られたデータや問題点をもとに ED76-500番台が開発され、電化の本運用ではそちらが主役となった。1両のみの生産となった ED75-500番台だが、北海道初の交流型鉄道車両として作られた歴史的価値は高いとされ、1986年の運用終了後に当時の北海道交通記念館に収容保存され、2010年には準鉄道記念物にも指定され、現在まで至っていた。しかし、そんな30年以上保存され続けていた貴重な車両が、ブルーシートに覆われ、形状も間違いなく通常の状態ではない、歪な凹凸のある異形のシルエットをさらしている。一体なぜ、こんなことになってしまったのか。これは ED75-501 を管理する小樽市総合博物館からの発表。ED75-501 の変圧器など内部機器に毒性物質の高濃度 PCB が残留していたのだ。PCB はかつて主に熱交換器の熱媒体や電気機器の絶縁油、その他に塗料や溶剤など幅広い用途で使われた油状の化学化合物質であった。一方で生物に取り込まれると脂肪組織に吸収され強い毒性を発生させるのである。1968年に PCB の恐ろしさを世に知らしめた金見油症事件が発生する。金見倉庫社製造の食用米油が工場内の配管ミスにより製品に PCB が混入し、そのまま市場に流出、PCB 入り米油を人々が口に入れることになってしまった。その結果、PCB 入り商品が流通していた北九州一帯に大きな被害が出てしまう。摂取してしまった人々の多くにニキビ状の皮膚炎が発症し、さらに肝機能障害や性機能障害をも引き起こした。そして、油症を発症した妊婦が出産した際に、全身の皮膚が黒褐色となった赤ん坊が生まれ、その後間もなく亡くなるという衝撃的な出来事が起きた。この事件の後、1972年に PCB の製造、使用の中止が国から発表され、1975年には製造と輸入が原則禁止となった。しかし規制前に製造された PCB 仕様の産業機器はそのまま使用され続け、この ED75-501 もまた規制前の PCB 仕様機器が内部に残されていたわけである。また、調査の結果、変圧器以外の機器にも多く PCB が含まれていて、一部機器だけを取り除けばよいというわけではなくなってしまったのである。さらに、やはり危険物であるアスベストも見つかり、車両全体を大きく分解しなければならないのだが、長年、野外に置かれていたために腐食も進んでしまっていて、車両分割作業中に崩壊の恐れもあったのだ。以上のことから、小樽市として ED75-509 の解体の判断を下したのである。ED75-501 だけでなく、ED76-509 もまた解体の判断を下されている。前述の通り、ED76-500番台は ED75-500番台の試験結果をもとに作られた、量産、実運用化された、北海道用交流電気機関車である。この車両もまた同じく内部に多くの PCB 使用機器が残っていたのだ。解体作業中に PCB やアスベストの飛散の恐れがあるため、車両に近づけないよう縄が引かれ封鎖措置が取られていた。しかし、今まで何事もなく保存されていた車両が突然問題となり解体の判断が下されたのには訳がある。高濃度 PCB 廃棄物の処理の猶予期限が2023年3月31日となっており、その時期を超えると罰則を受けてしまうのだ。
2001年に発行された PCB 特別措置法によるもので、各鉄道会社で PCB 規制以前の車両の処理を行っていたのだが、保存車両がその処理作業から漏れていたのだ。期限が近づく2020年頃から、各地の PCB 規制以前の保存車両が解体されていき、小樽市総合博物館の車両もまた、JR 北から連絡を受けて発覚となったのである。博物館の保存車両展示エリアの一角に比較的新しめな倉庫のような建物がある。これは ED75-501 と ED76-509 から出た PCB 汚染機器の保管用倉庫なのである。わざわざ展示エリア内に保管設備を置いたのは、汚染機器を移動する際に有害物質を飛散させる可能性の距離をできるだけ短くさせるためだったのかもしれない。ちなみに ED75-501 と ED76-509 の処理作業をしている時点で、本来の高濃度 PCB 処理期限は過ぎてしまっていたのだが、都道府県知事に届け出をし、受理された場合のみ1年の特例処分期限が認められた。おそらく小樽市総合博物館はこの特例を受けて処理を行ったと思われる。倉庫から左側を向くと ED75-501 と同じく交流用を示す朱色の機関車が、これが ED76-509 だ。背後から見たらすでに前頭部だけになってしまっている。なんとも寂しい姿だが、博物館側が最大限の努力をした姿でもあった。実は解体決定発表の2ヶ月後に、解体撤去の方針から PCB 機器を撤去した上で再展示という方針に変更されたのだ。 ED76-509 に関しては前頭部のみの保存となったが、 ED75-501 に関しては危険物の除去が比較的うまくいったのか、車体の大部分の形を残したまま再展示が可能となった。ED75-501 の脇にはパンタグラフとスノーブラウが置かれており、車体部を元通りにした上で再設置されるのであろう。まずは ED76-509 の再展示が行われることが決定している。ちょうどこの動画の作成中に再展示の整備業務プロポーザルの公募が始まった。博物館側から屋根付き展示の要望が出されていて、野ざらし状態にせず大切に保存されることになりそうだ。ED75-501 の再展示の時期はまだ未定だが、復元後には同じく大切に扱われることを期待したい。解体を免れた2両の貴重な機関車が末永く残されることを祈ろう。